青番の3コーナーから4コーナースタート合戦制して1番手の野口が前を取りました。切れ目の4番手に短期2番の長沼収まって後方から東の遠征ラインが上がっていきます。4番の鈴木がまずは抑えてかける流れ、残りは2周回。ここで東勢が前段3車変わって短期2番の長沼が上がっていって4番手に収まっています。人気を集めている1番の野口は車を下げて現在は後方の5番手。さあそして1番手の野口がどうでしょうか。ちょっと追い出しをかけるような感じになっておりますか。さあ4番の鈴木もこの辺りを後ろ振り返りつつ徐々にペースを上げてまいります。ここは東の遠征ライン4番の鈴木がかける流れ、4番手に収まって2番車の長沼、人気を集めた1番車の野口は現在は5番手。さあ最終の 1,2 コーナー中間地点、さあ5番手付近、ここで1番車の野口がまくってくる。野口のまくり4番手3番手まで上がってまいりました。さあ5番の乾がついていけるか。3番の石川がブロックしていくんですけども、これを乗り越えて1番車の野口が先頭に変わる。追走は5番の乾翔平、あとは2番の長沼上がってきて4コーナーを回ってくる。先頭は1番の野口先頭、最後乾並んだか。青番周回3コーナーから4コーナーです。南関東勢前行きから中部勢が一本棒を崩してまいりました。まず後ろから4番車の永井の上昇です。青番の4コーナーからホームストレッチ、南関東勢が前で待つ中で中部勢が一本棒を崩してまいりまして、残り2周4番永井が抑える。6番の佐藤が切り替えての4番手、3番の田中が車を避けての5番手、前後布陣が入れ替わりました。ジャン前2コーナーからバック、後ろから抑えて4番の永井が先頭、その永井が2度3度後ろを振り返っています。3番の田中、南関東勢人気を集めているんですが、その田中勝人どの辺りから仕掛けてまいりますか。金の3コーナーから4コーナー、この辺り南関東勢に動きはありません。前では4番の永井、さあそして5番手、ここで一気にスパートは3番の田中、田中が外を通って一気に巻き返していく。前では永井もペースアップ、3番の田中、さあ田中がここの辺り前に変わってまいりますでしょうか。ただ前では4番の永井も突っ張ってまいりまして、がっぷり四つ2番手5番の山田と、そして7番の荻野、やり合う展開、ちょっと荻野が遅れましたでしょうか。1番の大西健二が切り替えていく、あとは6番車の佐藤が3番手付近2番手内を盛り返して5番の山田正幸上がってくる。混戦模様となってくる。4コーナーを待ってきた、落車があった。さあ4番の永井先頭で五輪、ただこのレースは大量落車、4番の永井のみがゴール、そして起き上がって6番の佐藤が今自転車を手に抱えて、これで6番の佐藤が2番目にゴール通過いたしました。大量6選手の落車、あとは2番の大庭正則も起き上がって、今永井がゴールを通過して起き上がったのが6番の佐藤、そして2番車の大庭もここでゴールを通過いたしましたでしょうか。さらには最長が3番の田中勝人、田中もここでゴールしています。青番周回3コーナーから4コーナーに向かいます。5番の五十嵐が正攻法、後ろから動いたのが7番車の増田、まずは中四国勢が一本棒を崩してまいりました。確認した5番の五十嵐がどうするか、ここは二分線。さあ5番の五十嵐、7番の増田、両ラインが並んでるんですが、増田ラインが抑えました。これで短期6番車の足立が切り替えての4番手、5番の五十嵐が5番手まで車を下げました。後ろから抑えた7番車の増田、ここから前ペース上げてくるか、7番車の増田です。追走を受けたり3番手には作田、そして6番車の足立がいて、5番の五十嵐が現在は5番手。さあ5番手少し前と車間が空いている5番の五十嵐、北日本勢がどこから仕掛けてまいりますでしょうか。7番の増田がペースアップ、追走が受けたり3番手には作田、4番手6番の足立がいて、ここで5番の五十嵐が負けてくる。五十嵐のまくり4番手3番手まで上がってまいりました。最終の2コーナーからバックストレッチ、ここは五十嵐のスピードがいい。2番の佐々木、そして山崎が続いていて、ライン3車が完全にできました。あとはこの後ろ切り替えていって、1番の桶谷ですが前が遠い。4コーナーを回ってくる、まくった5番の五十嵐、五十嵐先頭で五輪、ラインの上位独占。
青番の3コーナーから4コーナーです。愛知両者がそれぞれラインの3番手たもとを分け合いました。6番の柳原岳短期、5番の永井が前受け、後ろから動いたのが2番手の三石、4番手から動いてまいりました。永井が昨日同様突っ張っていくか、残り2周回、5番手の永井ここで突っ張る、6番の柳原が切り替えての4番手、2番手の三石叩けずに5番手車を下げています。ジャンマイ2コーナーからバックです。5番の永井が昨日同様前から突っ張ってかける流れ、追走が1番の友恵、3番手には4番の鳥越がいて、6番手の柳原が現在4番手で枯れを迎えています。さあ2番手の三石、そして1番手の友恵、この両者が人気分け合う展開なんですけれども、2番の三石は5番手、ここから巻き返してまいりました。後ろ振り返って5番手の永井、おっと2番の三石はちょっと追い出しをかけるような感じになりましたでしょうか。三石行きません。5番の永井が前からかけて、2番手後ろ振り返った1番手の友恵直也です。さあちょっと詰まっているか、2番手の三石がどうでしょう。5番手からもう一度ここで踏み込んでいく、3番手まで上がってまいりまして、なかなか高回転、1番の友恵が止めにかかってくるんですけども、さあ三石のスピードがいいでしょうか。2番の三石前ではこらえて、5番の永井で4コーナー回ってくる、まくり切ったか、外は通って2番の三石、三石先頭に変わって五輪、2着は5番の永井か。青番の3コーナーから4コーナー前で早くも1番の枠元誘導と車間を開け始めました。あとは後ろから7番車の木村が上がっていく、中四国勢の上昇、昨日同様に枠元突っ張るか、残り2周、ただ木村もそこまで無理をしません。1番車の枠元が前から突っ張っていきます。2番の柴田が5番手を追走、7番の木村、3番の高田、中四国勢叩けずに元の位置に車を下げています。さあ前から1番車の枠元がこのままかける展開、追走が北川、そして木本、5番の伊藤健二がついていって中部近畿の4車、さあ2番車の柴田が5番手で、7番の木村は依然としての6番手、2番手後ろを振り返って4番車の北川大五郎です。その北川が前と車間を開け始めました。人気の中心4番の北川、最終の2コーナーからバックストレッチ、後ろからの仕掛けが全くありません。縦長の展開、最終バック一本棒で通過いたしました。後ろから懸命に木村まくっていくんですが、全く車が出ていかない。さあ飛ばす1番の枠本和樹、番手絶好が4番の北川で4コーナーを回ってくる、番手から4番の北川、北川最後は追い込んだか。このレーススタートで吉川と八谷が飛び出したんですが、八谷がスタートを取って吉川が送り出して中段を確保いたしました。したがって後ろからとなった2番車の小畑がここで動いていきます。関東勢が後ろからゆっくりと上昇開始、残りは2周回、1番車の吉川も反応してまいりました。小畑が一度切って、1番車の吉川がその上を叩いていくか、そして6番車の高津がこの後ろに続いていく、1番の吉川が前を抑えました。3番手6番車の高津、5番の八谷が上がっていってどうするか。さあ中段外からさらには叩きに行くか、5番車の八谷、ジャンで飛び出していったのが5番の八谷です。1番車の吉川が叩かれての3番手、一方人気を集めている2番の小畑が6番手、6番手から2番車の小畑がここで巻き返してまいりました。残り1周というところ、3番手2番手まで上がっていって、2番車の小畑が2番手まで上がっていく、前ではこらえて5番の八谷、さあ八谷と小畑力比べも、ここは2番車の小畑が制しました。追走7番車の金子、あとはまくっていって1番車の吉川まくっていって3番手2番手まで上がってくるが、ここは7番の金子が後ブロックを見せていく、切り替えて4番の伊藤松木がコースを見つけるか、4コーナーを回ってくる、外を通って伸びてきた4番の伊藤先頭に変わって五輪、さらには6番の高津でしょうか。西日本勢が前段3車、中段には中部勢、東の遠征ラインは後ろから1番の片岡が前で待ちます。4番手6番の林がいて、後方からは3番の山本周平が動いていきます。東の遠征ラインがゆっくりと上昇開始、残りは2周回、さあ片岡を叩いていって山本周平、この上を6番車の林、中部勢が行きます。東の遠征ラインを叩いていって6番車の林ラインが先頭に変わる、これで1番の片岡現在は5番手で金が入ります。
昨日同様にまずは6番車の林がジャンマイ主導権を握りました。林貴弘の主導権、5番手から巻き返す1番車の片岡。さあ片岡の巻き返しが早い西の遠征ラインです。前では6番の林もペースアップですが、外を通って1番車の片岡、片岡やってまいりまして残り400を切りました。前では6番の林も懸命の抵抗を見せているんですけども、さあがっぷり四つ力比べとなりまして、後ろからは3番の山本周平がまくってくる。東日本勢のまくり3番手、2番手まで上がってくる。先頭に変わったのは1番車の片岡優志、襲いかかっていって3番の山本、外を通って3番の山本周平が伸びてくるか。4コーナーを回ってくる。先頭は1番車の片岡、外からは3番の山本周平ですが、内1番の片岡優志か。3番の立部が前受け、混成ラインが4車、前段4車となりました。後ろから動いたのが中部近畿、5番の中野ゆうき。中野が一本棒を崩していく。さあ赤番周回に入るところ、昨日飛びついた5番の中野なんですが、ここはまず1回抑えています。3番の立部は車を下げて4番手、前後夫人が入れ替わりました。中部近畿勢がジャンマイ主導権を握りまして、5番車の中野勇気先頭に代わって2度3度後ろを振り返っている。さあここは立部との2分線、立部は4番手、前と車間を空けておりますでしょうか。金が入って3コーナーから4コーナーです。後ろを振り返りつつ5番車の中野勇気、さあ中野、そして立部の2分線4番手、飛び出していったのが3番の立部です。立部風面は飛び出してまいりました。ただ前では5番車の中野もベースアップ、1番の中村、そして4番の成田がちょっと口が開いてしまって、ここは九州2車での仕掛けとなりました。飛ばす3番の立部、追走が7番の上野裕太、3番手はまって収まったのが5番車の中野勇気。なかなか3番手、2番手は後ろ振り返って7番車の上野裕太、3番手からさあ5番の中野が追い込んでいけるかどうか。4コーナーを回ってくる。先頭は3番の立部、番手から7番の上野、上野最後は追い込んだか。青番周回3コーナーから4コーナー、誘導員と車間を空けて7番の山本、山本が前で待ち構えます。いざとなれば横にも動ける山本がどうするか。動いたのが2番の小森。さあ小森がゆっくりと上昇、西岡がちょっと牽制を見せている。残り2周回、2番車の小森、7番の山本、この両ラインが並ぶような格好なんですが、前で一度山本直が突っ張っていくか。小森が元の位置の4番手、3番の鈴木に切り替えはなく最後方を追走しています。7番の山本、前で突っ張りました。ここで最後尾から3番の鈴木健二が外を通って切り替えて、おっとここは川村浩二の位置、追い上げマーク、そしてうまく3番の鈴木健二が2番の小森の後ろ取り切りました。4番の川村立ち遅れで現在は6番手です。7番の山本と2番の小森、この両者の力比べ。2番の小森がここで先頭に変わる。ただ今度は7番の山本が2番手飛びついていって番手をさばきました。そして1番車の西岡拓郎、あとは後ろから4番の川村浩二が自力で負けてくる。川村の負けに3番手、2番手まで上がってくる。さあ逃げる2番の小森高弘、そして襲いかかっていって4番の川村浩二に6番の岩本和也で4コーナーを回ってくる。1番外を通って6番の岩本、岩本最後は突っ込んだか。青番の3コーナーから4コーナー、ここはスタート合戦。1番の林がスタートを取って中段に収まったのが大石ラインでした。大石が3番手、車間を切っている中で後ろから中野の上昇、中段からは大石も合わせますか。残りは2周回、さあ真ん中から5番の大石、大石が一度切ります。大石先頭に変わりました。1番の林が3番手、6番の中野はどうでしょうか。ジャンマイここで踏み出していく。近畿勢が一気のスパート、前では5番車の大石もペースを上げてくる。さあここはもがき合い、踏み合いとなってくるんでしょうか。金が入って3コーナーから4コーナーに向かうところ、3番の柳田、
柳田が窓場を張っていく。6番車の中野、そして2番手5番の大石健志が収まりましたか。4番の窓場、そして近畿勢は連携が乱れる。窓場が外に浮いてちょっと苦しい展開となりましたでしょうか。この後ろには2番車の旗団が内を潜ってくる。あと後ろから1番の林大吾は一発まくってくる。林のまくり、林がまくっていってここで先頭に変わる。あとは7番の小川慎太郎が続いていって、西日本勢が前、先頭に回ってできていく。3番手こらえて4番の窓場で4コーナー回ってくる。番手からは7番の小川ですが、内から1番の林が踏ん張ったか。番周回3コーナーから4コーナー、5番手から7番手の酒井がまずは一本棒を崩してまいりました。中段は3番の山田もちょっと牽制含み。5番の郡司が前と車間を空けておりますでしょうか。前で待つのが5番車の郡司、そしてその外まで7番手の酒井が抑えました。まだ誘導は残っています。さあ5番の郡司が中段の内目なんですが、今度は3番の山田亮、岐阜勢が飛び出してまいりました。ジャンマイ主導権を握っていって3番車の山田、7番車の酒井がここは送り出しての3番手、5番の郡司は現在6番手です。さあ3番車の山田亮がここは風よけか、おっと打ちにいった7番車の酒井が打ちにいって、北日本勢ちょっと連携が乱れました。すかさず郡司が一気のスパート、1番車の亀はちょっと口が開いている。残り400を切りました。5番車の郡司が今日も早めの巻き返し、1番の亀は突き切れるかどうか。2番手には7番の酒井が収まっている。アウトコースを通って1番車の亀は、そして3番の山田にアウトが4番の姿、中勢もちょっと包まれていって、北日本勢もちょっと苦しくなりましたでしょうか。さあ懸命に1番の亀が2番手追走、あと追い込んで3番の山田で4コーナーを待ってくる。先頭は5番の郡司先頭で今日も押し切った。さあ3コーナーから4コーナーに向かうところ、後ろから中四国勢が一本棒を崩してまいりました。上昇していくのが3番の竹内、3番手付近まで上がってくる。4番の脇本がこの辺りは車を下げてまいりますか。3番の竹内が上がっていって脇本車を下げる。5番車の天貝が中段を立ち回っていく。残りは2周を切って誘導は残ったまま、3番の竹内が先頭、4番の脇本もどうでしょう、後ろまでは車を下げませんか。これで中段が並走となりました。5番の天貝が中段の外並走、内が4番車の脇本です。さあ人気を集めている近畿勢が中段の内目かぶるような展開。この辺りは近畿勢4番の脇本こじ開けることができるかどうか。まだ誘導は残っています。3番の竹内、さあ竹内がこの辺りでペースアップ、追走が7番車の木村、さあそして4番車の脇本が包まれている。5番の天貝も譲りません。1番の南が荻原をさばいてまいりました。さあ3番手には5番の天貝が入って、この後ろが4番の脇本となった。人気を集めた近畿勢間に合うかどうか。飛ばしていくのが3番の竹内、追走が7番車の木村、3番手5番の天貝、そして4番車の脇本に1番の南が進路を最中にとって4コーナーを待ってくる。さあ南が届くかどうか、最後は混戦となった。ハンドル投げ合い、1番の南が大外届いているかどうか。